株式会社ペッパーフードサービスはペッパーランチいきなりステーキなどステーキを中心としたレストランチェーンを運営する外食産業企業東京都墨田区に本社を構える東京赤坂の山王ホテルから独立した一の瀬国をが1970年に向島に開店したキッチン国として創業1985年には法人化して有限会社にとなり ステーキ国の店舗展開などを行う。1995年には会社を株式会社に組織、変更して、現在の株式会社ペッパーフードサービスとなっている。現在、主力店舗のペッパーランチ、いきなり。ステーキのほか、炭焼きステーキ、国、こだわりとんかつ、かつき亭なども運営しているペッパーランチといきなり。ステーキは、海外展開も行っており、 韓国、台湾、シンガポール、中国、インドネシア、オーストラリア、タイ、フィリピン、マレーシアなどにも進出している。詳細は、ペッパーランチ主な不祥事を参照2007年5月9日、同社が経営するステーキチェーン店、ペッパーランチ震災橋店において、同店の店長と店員が、店内に女性客が数とになったところで、店のシャッターを閉め、用意し 交換後店長と店員が店に出勤するため車庫を出ると、その隙に拉致された女性は自力で脱出した。事件発生から1週間後の16日に大阪府警が店長と店員を逮捕、同日の読売新聞のスクープで初めて明るみに出た。事件の現場となった新斎橋店は、その後、この事件の影響により閉店した、同社が展開するステーキチェーン店。 ペッパーランチ菅母店で同店の店長が2007年12月18日、アルバイト募集などを行う求人広告会社の男性社員を殴り、1週間の軽傷を負わせた疑いで2008年3月4日に逮捕された。菅母店は店長の逮捕前日に FC 契約を解除されていた。求人広告会社は店長が女性担当者に付き合ってくれなどと言い寄ったりしたため、 豪観拉致事件の件があったことから担当を男性に変えていた。菅も店はその後この事件の影響により閉店した。2009年9月5日の山口県による発表によると同県防府市の山陽自動車道沢川サービスエリアにあるペッパーランチ店舗において食事をした山口市と広島市、広島県尾道市在住の計4人が病原性大腸菌を1 5 7による 食中毒を起こした。この食中毒事件調査の過程において、この他7都府県でも同様の件が発生していることを確認された。核ギリステーキをペッパーランチに納入していた大垣食肉供給センター共同組合での加工時に、すでに O157 に汚染されていたことが確認されたが、 加工成形肉を反省状態で客に強食してはならないことを調理するものに徹底できなかったことが問題視された。事故発生店舗に対する行政処分としての休業も含め全店舗の一時閉鎖後、ステーキ類の調理方法を変更し、生での提供を中止するなどの対策を取った。なおこの事件後、沢川のペッパーランチ店舗は閉店となった。 2016年5月29日午前11時24分、東京都台東区上野の交差点で、いきなりステーキの広告宣伝車に60代男性が、ひかれた。男性は、搬送先の病院で間もなく、死亡が確認されたため、警視庁は、トラック運転手を過失運転致死の疑いで、現行犯逮捕した。広告宣伝車はいきなりステーキの宣伝とキャンペーンを、目的に、 4月25日から5月29日まで東京23区を中心に運行を計画されたイベントだった。宣伝車走行に際していきなりトラックを探してと題し、車の写真をツイッターかインスタグラムに投稿することでワイルドステーキ300グラムが1000人に当たるキャンペーンを実施。ポイントカードを保有していない顧客は車の写真をペッパーランチ店舗で見せることで無料で カード入手できるようにするというもの。毎日予定走行ルートをホームページで公開していたその最終日に死亡事故を起こした。翌5月30日社長名で事故は広告宣伝活動において依頼した広告代理店の委託先のアドトラックであること。今後は道路上での広告宣伝活動は一切行わないとするコメントを発表した。ありがとうございます。